マージャンスタジオ今日はカンについて説明します以前泣きで「チーポンカンチーポンカン3つあるよと「カンはちょっとジャンル違うんで「チーポンだけ説明しましたが残り1個の「カンです」で最初に言うと「カンを私が今初心者で今から自分がしゃべる説明を聞いてなるほどと思うかといったら多分思わないんですねわからないと思いますですので えー、皆さんも説明を聞いたところでまあ「へーっていう感じですねまあずっと麻雀やってると「ああなるほどこういう使い方だから感があるのか」とかちょっと感覚で後で「ああなるほど」と思うと思いますなのでまあ「ふーん」と「まあ、そういうルールなのね」ぐらい思っておけばまあいいです 缶、えっと、というのは4枚で同じ範囲を4枚で一面図を作る行為、まあ、言葉で表現すると同じ範囲4枚で一面図を作る行為まあ面図というのは3枚で一面図なんでちょっと矛盾しているんですがまあこういうルールがありますで缶には2種類あって 自分、え、暗観と民観。暗観と民観。二種類あります。暗観というのは自分で4枚持ってきて缶をする。まあ、暗鼓ですね。自分の手、自分の力だけで持ってくることを4枚持ってくる。まあ、暗鼓のちょっと上位バージョン、レベルアップバージョンみたいな感じ。民観は 自分で3枚持っていて残り1枚を誰かが切って捨ててそれを緩するまあポンのレベルアップバージョンこんなイメージですでなんで勘をすんのと何かいいことあるのとまあメリットデメリットありますまず点数がちょっと高くなりますあとこれがまあ一番でかいですねドラが増える まあ裏ドラも増える。あとはツモが一回増える。まあこんなもんでしょうか。ちょっと言葉でこう暗観をずっと説明するのするんですがまあちょっと勘をするとどんな流れなのとそんな感じの説明です。なんかゲームとかで、ね、勘とかこんな形多分見たことあると思います。勘。 あとはカンとか。ちょっと説明するとまあ今あこれワンパイです 7×2 まあ輪車辺を下ろしときましょう。でこっちはこう山がつながっててこうつながっていてこれがハイ手です最後のハイここで1曲終わりと。今自分の手がこんな感じいい数層待ちで一応天ンパイ。 まあ転廃してるしてないはどうでもいいんですけどまあなんか缶が缶の匂いがちょっとプンプンするのが2つあるんですけどまあこんな手配でイースースを積もってこないかなと思ってこんな積も,積もる切る積もってくる切るをこうやっててたまたま「あれ4枚目積もってきちゃった」と。こんな場面もあります。こういうい時に えと自分で4枚持ってきたものを燗することを「あん缶と言いますでまず持ってきたらと積もってきた牌、は、燗、い、と言ってちゃんとほか残り3枚持ってますよとさらして両側を裏返しますこんな形でこれはあんこ扱いです 手の中に3枚持っているあんこ扱いる扱でさらしてはいますが扱いとしては手にこう入っている扱いですなので今この手はあんこが2つとこういう数え方になりますさらしてはいますが手の中に入っているあんこ扱い人の肺からあの人の肺を鳴いていないので あんこ今2つと、まあ、とりあえずこう「缶」をしまして「暗ンの場合だと最初にドラがめくれますンをした瞬間にちょっとこれ載せた方が分かりやすいかなまあリンシャンハイの隣3番目がドラなんですけど4番目もこういうふうにめくることができますたまたま今 めくったらドラ4になっていきなり大物手になりましたで勘をするとツモが1回増えると。まだ今積もってきて勘しただけでまだ一回も切ってないのでで今この状態で1枚切っちゃうと麻雀の手早はあのー、以前常に13枚10枚7枚なんて説明したと思うんですが。 今この10枚の状態から1枚切っちゃうと手灰が9枚になっちゃいますなので缶、えー、をしたらこのリンシャンハイこの 4, 4枚をリンシャンハイっていうんですけどリンシャンハイを1枚持ってきます積もることができますでまあいらないんで切るんですけど いいらないので1枚こう切ると持ってきた、はい、こういうふうに自分で4枚持ってくると缶暗缶ができるで暗缶はさらしてはいるけれどもあんこは使い手の中に入っているあんこは使い缶をするメリットは点数高くなるドラが1枚増えるツモも1回増える,増えると例えばこう缶をした後で これはまだあの面前扱いですね。手の中に入っている扱いなので面前扱いです。なのでリーチもできます。例えば、勘をした後にリーチと。せっかくドラ増えたんだからリーチと。で、勘の暗勘の後にリーチをして上がると普段はドラ1枚なので裏ドラも1枚です。 ただ暗感をするとドラが2枚めくれているのでリーチをして上がると裏ドラも2枚見えます。で、たまたま裏ドラ、顔をした後の裏ドラがこう乗っちゃっててこれドラ全部ドラ,ドラになってるんでものすごい大物手と。こんな感じで暗感をした後にリーチをするとドラも見れるし 新しくひっくり返ったドラの裏ドラも見れると結構大物手に育ちやすいドラがたくさん乗りやすいということが挙げられますこれがまあ暗感かなあと勘をしてちょっとこれ注意点なんですが勘をしてこう1枚持ってきて切るいらないんで切るそうするとワンパイが 7×2 1 14枚じゃゃななくなっちゃいます1枚減っちゃって13枚になってますでワンパイは常に14枚なのでえっ、ー、とこう灰がつ山がつ続いてると思うんですが一番最後の灰をワンパイにくっつけますこの下の灰ですねこれをワンパイにつけてあげますそうするとワンパイが まあ、14枚になります。これがまあ暗漢の、まあ、メリットあとはまあ暗漢の流れですねまあこういうルールがあるという感じでまあ最初は不運ですねえっともう一回暗漢をさい 説明すると自分で3枚持ってるときに「あれまた持ってきた」と。で「缶」でちゃんとほか残り3枚も持ってるよとみんなにさらします。で両側を裏返します。そうすると暗ンカの場合は先にドラがめくれます。 でここで切っちゃうと手配が9枚になっちゃうんでリンシャンハイから1枚持ってきて、まあ、ちょっといらない範囲なんでまあ切,る切りますけどリンシャンハイから1枚持ってきて切りますでこうあとはワンパイが1枚減っちゃったんで一番最後の範囲範底の範をワンパイにくっつけますで今度こっちが範囲底になりますね範囲底範ここまで これがまあ、安閑です。と一回。民間は。ちょっと次のパートで説明しようと思います。まず安閑について説明しました。どうもありがとうございました。